始まりましたね。始まりました。いや、明けました。2021年。ああ、どうも。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。2021年、BTS、はい、まあ、はい、収録としては一発目ですね。そうですね。はい。はい、本日、2021年の1月の19日、ただいま時刻は14時を回りましてね。おお。ちょっとラジオみたいな感じで、ね、いや、ほんまなんですよ。いきなりなんですけど、いや、まさに今、タイムリーな、ホットな情報があって、おお、僕ね、6つ下に妹がいるんですよ。で、で、子供、今妊娠してて。おお、あ、そうや、結婚されたもんね。そうそうそう。で、今まさにこう、うん、生まれるか生まれないかの瀬戸際なんです。今分娩室にいるの？そうそうそう。今日の明け方から入ってて。おお、そうそうそう。あ、じゃあ自然分娩や。はい、だからいよいよ、なんか2時ぐらいって聞いてたんで、おお、これはこれ収録中に生まれるみたいな BTS ベイビーがなんと初の BTS ベイビー。 BTS ベイビー、 BTSB。 そしてオジ爆誕。オジはいまだに一人身。オジ独身。いやー、めでたいっすよね、これ。なんかだから、ちょっと今日来たのも理由が、そこに理由があって、なんかこんな日に残しておきたいなと思って、こう。あ、なるほどね。おじはこんなことしてたんだよっていうのを。確かに、でもこれをじゃあ、成長した今日生まれるベイビーに見せることで、ね、そうそうそう、甥っ子にね。君が生まれた1月19日に、おじさんはこんなんだったよっていうのを、なんか、見せたいんですよ、僕も。いいよね、テンション上がってますね、これ。いやいや、いいよね。うん、なんかまあそういう意味でも、ほら、BTS のテーマである、はい、過去、現在、未来っていう意味で、もうこれで行き来してるじゃないですか。なるほど、これを未来に残すっていうことで。なるほどね。はい、というわけで、今日はありがとうございました。終わり終わり、あ、ちゃうか。やっぱそれもありつつ、そうそうそう。うんうん、っていう、そう。で、2021年になったわけですが、うんうん、結構なんかいいスタート来てません？今のとこ。そうやな、ね、なんかまあ去年も相当ね、うん、まあ年末ね、そうそうそう、だいぶ遊んだし、うん、うん、あのイベントもね、そう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 、うん、まあそういうのもあって、うん、なんかいろいろ面白くなってきて、うん、終わったなって思って年明け、うんうん、そうなんですよ、うんうん、だから、うん、なんか例年やったら2020年終わって年明ける時って、うん、ちょっとなんかほらあるじゃないですか、こうなんていうかな、沈みじゃないけど、うん、なんかこういうのがあるじゃないですか、波、うん、でも今僕らってなんかもうこうなってません？こう、あ、いや、もうめっちゃそうなってる気してるよ ね間がないというか、うんうん、おかげさまで。いや本当に、そうそうそう。でなんか昨日ね、僕たまたま、うんうん、こうまあ疲れてたんで、なんかいろいろチャリもあったし、あ、チャリね、うん、ちょっとお風呂長いこと使ってたんですよ。お、で、なんかお風呂でこういろいろ考えるじゃないですか、うん、ほんで思い出したんですけど、うん、なんか BTS の初回の、うん、初回、はいはいはい、初回の時に、うん、あいつがやってきたやつ、そうそうそう、うん、2020年の振り返りの話冒頭にしたじゃないですか、うんうんうん、でその時になんかこんな発言をしてて、うん、なんかその2020年いろいろあったけど、うん、なんか2021年はなんか絶対楽しいことが待ってるはずみたいな、なんかちょっとそういう熱い話をしたの、はい、覚えてます？はい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 、覚えてます？そうそうそうね、うんうん、まさにその発言通りじゃないですけど、うん、2020年もいい形で終わってそのまま2021年来てるっていう、うんうんうん、でなんかもうおもろい話とかもいろいろほらまた舞い込んできてるじゃないですか今。そうやね、いやこれ言っといてよかったと思って、なんかほらちょっとそういう話になるんですけど、言霊って僕あると思う。あ、いやいやいや、いやそれすげえわかるわ、うんうんうん、そうやっぱ言っていくことで、うんうん、そうなっていくじゃないけど、まあそういうふうに自分が動いていくと思うんですよ、はいはい、そうやね、そうやね、うん、自己暗示というかなんかわかんないですけど、うん、なんかそれをすごい昨日感じてて、これは明日喋ったろうと思ってっていう。まあ実際ね、今日実はこれ撮るとかいう話はしてなかったんで。ですね、完全にこれノリで撮ってますもんね、うん、で
来るのも来るんか来へんのかも分からへん状態で僕は今日は翔也くんと自転車の回をちょっと撮ってたんですけど、私がね来るのが来ないのか、うん、そうそうそう、はい、編集長がね、うんうん、編集長は今日テレワークっていうことになってますからね。あ、なるほどなるほど、うん、ただまあ、うん、抜け出してきてるっていう。なるほどなるほど、うん、まあ、これもテレワーク中なんですかね。そうそうそう、これもまあリモートみたいな、うん、中津リモートですよね今。なるほどなるほど、はい、通じんやろ絶対これ会社にはもう いいんですよ、いいんですよ、あ、まあ、いいんですよ、大丈夫大丈夫、こんなやつなんですよ、こんなやつなんですよ、うん、はい、まあ、そうなんですよ、そうなんですよ、お気づきの方もちらほらいるかと思うんですが、そうですよね、はい、うん、まあまあだからそう、うん、そういうね、妹の出産と、うん、あと2021年のこのいいスタートを切れたっていうところで、なんか取りましょうか言うて、いう話ですね。で、妹さんのさ、こう速報で入るのかな、ここピピピピピピピみたいなんで入れます、ニュース速報で言って、うん、ピピピって生まれましたみたいな、何キロ、何千何キログラムで、はいはい、あ、キログラムじゃないわビッグベイビーやん、ビッグベイビーするよ、うんうん、それあれでしょ、副編集者が生まれた時でしょいやいや、俺でもそんなかったわけじゃない、いや、そうだね、そうやね、うんうん、全然普通、まあ普通にちょっと重たかったかな、僕もそうなんですよ、おかんにこの間正月帰った時に言われたんですけど、僕も3500ぐらいあったっつって、ああ、まあまあまさにそんぐらいだと思うわ、うん、俺も、うんうん、まあありがたくね、元気でこうやって成長できてね、はいはいはい、みたいな話ですけどみたいな話ですけど、ね、死にそう、いやでもほんまにそうだから、最近のニュース速報ってちょっとやっぱ暗いニュース多いじゃないですか、多い、まあ、まあまあこの世の中かしゃあないですけど、なんか誰々の子が生まれましたって速報ね、入ってもいいっすよね、おー、いいよね、うん、それぐらい僕がメジャーになればいいですけど木村くんの妹が子供産んだって言ってな、うん、まあ誰やねんってなると思うんですけど、見てる人でもなんかハッピーなニュースやから、うん、ちょっとそこは、あ、なんか よかったんちゃうみたいな、いや、そうやねんな、なんか俺も思うわ、そういうメディアにしてもな、ちょっとハッピーなニュース多いなっていう風なぐらいの、うん、なんか感じの方がいいよね、そうっすよね、そういうニュースをもっと前に出してほしいなって思いながら、そうそうそう、だから僕らがその代わりをね、うん、やっていくっていう感じで、うん、面白く楽しんでる様子をお届けできたらなと、うん、やっていきたい、やっていきたい、よろしくお願いしますっていう、うん、よろしくお願いしますっていうね、ですね、そうそうそう、で、そう、さっき自転車のやつ2本取ったんじゃないですか、うん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 、で、なんと僕も、うん、初号機、まあこの紫ねありますけど、はいはいはい、初号機に引き続き、はい、2号機をですね開発することになりまして、ね、いや出てるんですかね、画像の2号機ね2号機ね、はい、出てるんですか、いや、ほんま、映画は延期になったけど僕の2号機は延期にしないんでね、あー、なるほど、うん、とだけ言っておきますいや、ほんまに、で、車体は車体、うん、あ、もちろん2号機なんで、まず色から言うと、うん、赤ですね、うんうん、赤いフレームを、うん、まあ副編集長からちょっとはい、リコメンドしてもらったものを、あ、そうですね、購入して僕が見つけたでって言って、そう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 、うん、一回ちょっと前もあのね、あ、そうやね、そうそう、ちょっと、うん、赤が見つけてたんですけど、ね、ちょっとまあいろんな事情でお見送りになって、うん、そうやね、はいはいはい、うん、まあでもこれだからフレームが今回はその桑原ね、おお、桑原、もう僕の自転車あれの一発目になったのは桑原ですからね、その自転車きっかけは、そうやね、そう、うん、ET を見てて、まさにそうやね、っていう話をしたことから初号機が生まれたんで、いよいよこれ満を持して、うんうん、桑原でしかも赤のフレーム、うん、2号機、うん、これはもう楽しみです、楽しみやなですね、やばいな、やべえっすね、まあ、それをマウンテンバイクをまあちょっとこうランドナーみたいな感じね、そうですね、うん、いや、これもだからまた2号機の開発、いや楽しみやな、開発状況とかも BTS とかでね、なんか発信していけたらなって、うん、ちょっともう、うん、もう思ってますよ、ほんまに、はい、思ってます、うん、じゃあぜひね、それはまた BTS でしっかりね、うん、ちょっとレポートしていきたいな、そう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 、感じで、そう、うんうん、でなんかその、うんうん、今日ね、今日もまた撮影してくれてる翔也くん、翔也くんが、うんうん、なんかいい話ありましたよね、桑原の話ね、おお、うん、そう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 、びっくりしたよね、桑原の、え、社長さん、社長さん、社長さんとなんか知り合いになったみたいな、
話、たまたま知り合って、たまたま知り合ってほんでなんか話してくれたよね、このね自転車のね、うん、そう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 、僕ら自転車結構好きな連中がいて、うんうんうん、もしよかったら工場見学みたいな感じなんかな。そうです ね大阪桑原って、そう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 、そう、ね、柏原、柏原、はい、でやってるっていう柏原のコワーキングでやって、はいはいはい、はい、いやこれやばいな、なるほど、やばないですか、やばいよね、うん、桑原のフレームゲットしてるところで、そうそう、まさにね、うん、これなんかまたこう繋がってきて、でその桑原のフレームをなんかゲットして、じゃあゲットしてない、組んでそれに乗ってまたがってさ、そうですね、行けたら、うん、タイミング的にはそれが最高じゃないですか、うんうん、桑原に桑原で行くみたいな、うんうんうん、でカゴにはまあ本来であれば ET なんでしょうけど、うん、僕は2号機のプラモデル積んでいくんで、うん、こうやってカゴから、カゴというかまあなんかどっかに、あ、ここにね入れてもいいかも、ああだこれはもうこれもまた赤いるな、そうですね、うんうん、ちょっと紹介し忘れましたね、うん、この、うん、あのみんな大好き山下達郎です今日はめっちゃ山達引っ張るな、そう、まあなんか見たんですか、そうそうそう、これね、うんうん、あの達郎山下スペシャルアコースティックライブ展っていうのが今心斎橋パルコで開催中でして、まあ本当はアコースティックライブって1年に1回やってはるんですけど、うん、コロナでできなくなったんで代わりにそういう展示イベントに切り替わって、今やってるんですよ、まあ、だから普段レコーディングで使ってるギターとか展示したり、うん、あとまあ昔のいわゆるレコードのジャケットとか、まあ、いわゆるあの年譜というかデビューしてどうこうみたいなこととかやりつつ、あとそのちょっとミニ会場みたいなところでライブ映像が見れるんですけど、4曲か5曲ぐらい、そうそう、それでライドンタイムの過去のライブの映像とかを見てきて、そうすごい、そうで音もねやっぱこだわってるから音響とかも良くてみたいなことに行ってきて、そこのまあお土産的なガチャガチャで、あのガチャガチャしたら一番欲しかった、うん、このゴーアヘッドのジャケットのやつが出て、そう気に入って今あのウエストポーチにつけます、はい、っていうこと、ね、まあ、あと今日もかぶってるんですけどねこれ、うんうんうん、ニットキャップ山田といえばね、うん、ニット帽なんで、そうやね、これをちょっと深めにかぶるという、うん、そこも 前をねちょっと3人目にね、そうそうそう、うん、っていうのもあの意識さん感の感じやね、はい、意識させていただいてますよ勝手に、うん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 、だからそういう好きなものとか音楽とかね、引き続きちょっとまっしぐらに、いや確かに、こればっかりはな、やめられへん、こればっかりはもう、うん、でもなんか僕思ったんですけど、これも好きなものって変わらないなと思って、うん、前から好きじゃないですか、ずっと前から、うんうん、まあもちろん新しく好きになることもあるんですけど、うんうん、好きなものってずっと好きやなっていうのを最近すごく感じてて、うんうん、まあこの音楽とかもそうやし、まあなんか服とか靴とかもあるんですけど、うんうんうん、なんかその中でもこれ好きやなっていうのってなんか結構長くないですか、ああなるほどね、うん、はい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 、うん、いやだからスニーカー買い出して好きになっていろいろ詳しくなったけど、ちょっとこう自分の中ではこうブームは過ぎ去った感はあるけど、うん、なんかちょっと隅っこでチェックしてるみたいな、そう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 、でその中でずっと続いてるみたいな、うんうん、でまた盛り上がってくるみたいな、そうそうそう、そんなことかな、なんかこうルーツ的な話、うんうん、とルーツってやっぱり、うん、変わってないんやなって、うん、あの思うんですよ最近振り返った時に、あ、これ前から好きやったなっていうか、うん、あ、そうやそうやみたいな、別に新たに好きになったわけじゃなくてみたいな、うん、だから長いことあるものとかってそういうことになっちゃうかなって、ね、長く愛されてるものみたいなことって、あ、そうかそうか、そのカテゴリー自体が存在してることで、うん、そうそうそうなってるなっていう、なんか、うんうん、深みが出てきたって感じですよね、今2021年、うん、いや確かにそれは感じるな、うんうん、自転車とかなんかそうじゃない、そうそうそうでしょ、自転車ずっと好きやった、うん、そうそうそう、うん、そうやねんな、だから、うん、そういう意味でもそういう好きなものとかそういう価値観をアップデートしていくって、うん、あのいう作業をしてるんじゃないですか今の人たちは、うん、なるほどね、アップデートね、そう、うん、ルーツを知って
再確認して、うん、それをアップデートしていくのが、うん、今はどうなってんだろう、そうそうのが自転車であったり、うん、音楽であったり、うん、まあそういうなんかねアウトドアとかいろいろありますけど、はい、なんかいい感じですよね。そうやね、うん、いい感じ、いい感じ、うん、まあいい感じにしてるっていう感じですね僕らは。そうやね、うん、なんか、うん、自然とそうなってる感はちょっとあんねんけど、うんうん、なんかこうここで言うことでなんかそれがそうなってきてるような気もせんでもない、うん、ああそう、だからさっきの話で、うん、絶対面白くなるやろなみたいなことを言うことで、うんうん、まあ面白くしていってるっていう、そうやね、うん、まさにそれ感じてるね。